2本までなら担いだまま破壊できたよ、クリクリ。何を破壊した？通帳とか入ってないもん、通帳とか。あ、そこ、それね、大事。開けて、中のもんどんどん物色してって、いいアイテムがいっぱいあるから。回復だったり、材料だったり、食べ物だったり。金があるよ。金も取れ、はい、でもこの世界だったらね、ケツを拭く紙にもならないんだけど、燃やすその燃料にはなるから。100万円入ってるよ。そう、100万円入っててもね、森はね、使えないんだよね。お金使う場所ないから。燃やして帰ろうね、燃やすしかないっす。帰ったら使えるでも。帰ったらワンちゃん使える。初期段階。で、税のお金取ろうぜ、これ、本当に。税分お金取ればいいんじゃない、これ。もう取りまくっていいよ。あ、これ違った。あとはそこから適当に、食い物やら何やら、布やら取ってくれたら、いろいろはかどるよ。あっ、おテニスボールも出た。ゆっくりキャッチボールしよう。キャッチボールする？キャッチボールできるかな、これ。閉まっちゃった。あ、出てきた。おっ、ペイ！お、取れた。あ、できる、すげえ。G、マジでキャッチボールしよう。E でキャッチだから。いけよ、ほい。あ、くそ！普通に打つかった。普通に打つかった。キャッチボール。あー、なんか下がってる？やった、どこにあった。もう一回、あったね、もう一回キャッチボール。ういー。あ、うぃー。あ、全然、俺が下手やった。Y が下手やった。そんなボールとか行っちゃったよ。どういったあれ。まあ、今日も。来ちゃうな、乗り遅れた。みんなのコメント見づら。よし。光るキャッチボール、ないか。あった、クリアあったよ。ボール。光るキャッチボール。お、いいぞ、来い。いいぜ、いいよ、来いよ。の。おい。おい、お、取った。よし、よし、取った。あ、いけた。変化球あった。おい。お、取った？お、いいね。お、すげえ、キャッチボールできる。初めてや、こんなん。おい、いいね。おい。おいこれいつもあったよ。おいすげえ。何これ、こんな楽しみ方があったなんて。平和だね、森って。俺知らなかった。もっと怖いとこだと思ってた。そうだよ。あ、森は平和だよ。基本的に森は平和だよ。みんながちょっとビビりすぎなだけで。あ、あ、ダメだ。もうボールは使わずに。ボールは止まっちゃなかったから。一個ボールは大体敵だからね。で、一応アクションとして、まあちょっとプレイしてるから知ってるかもしれないけど、こうやってね、木をね、掘ることができるからね。木の近くに行くと、そうそう、でこういうので、材料としてどんどん使ってって、で、建築したりして家を作るっていうね。おお、なるほど。まずはじゃあ生き残るために。え、でもこれ昼間は何、エフィジー来ないの？エフィジーは別に敵の名前じゃないからね。あ、違うの、うん、敵を飾りにした時の名前がエフィジーだからね。で、とりあえず、でも昼間もね、普通に出てくるんだけど、夜の方が出やすいし、夜は暗いからね、いろいろめんどくせえから、今のうちにどっか一個拠点作った方がいい。というわけで、どっか、どんなとこがいいかな。オーシャンビューがいいか、森の中にするか、どっか適当に。オーシャンビューがいいな、俺。モナコがいい。すげえ、丸太にこもってる。やべえ。丸太2個持ったまま。すげえ頼もしいんだけど、行こう。丸太持ったら行くぞって感じだから。クリすげえ。あと石とかね、木とかは適当に。あ、石拾って行こうって。まあ、持てる数少ねえんだけど。おかしいかなんか。よかった、クリが尻尾で落ちてくれて。どうかな、ここは。ちょっと待って、俺も丸太持つよ。あ、なんか、これがエフィジー？あ、これはね、原住民が作ったエフィジーだね。あ、ほんとだ。あ、頭蓋骨いっぱいだ。やったー。いただき。取っちゃって。すごいな。もうすでにちょっとサイコパスな。おぉ、やべ、人骨。足とかあるじゃん。やった。あ、もうそれ以上持てんねえのか、これ。よう、すげえな。いい感じにドクロがな。いい感じにドクロが2個重なってんだけど、俺。美しい。すでに芸術を作ってる。ほんとだ。すごい。こんな奇跡も起こるんだ。そう、奇跡の塊だから、森は。この世界が存在してることが奇跡。うまい子になっちゃうわー。大丈夫。割れた持ったまま、同じ速度でダッシュできるから、主人公。いや、俺は遅くなっちゃうけど、クリアやっぱり森慣れてるから強いんだよ、やっぱり。キノコ食べちゃう。キノコ食べちゃって。あ、キノコ食らった。あ、キノコ食べたら食らった。キノコ食うとなんかね、うーとか言い出す。あれかな、キノコ基本ダメなのかな。なんか、大丈夫なやつもありそうなんだけどな。キノコは。あー、クリ疲れた。もうハーハーしてる。スタミナがちょっと、ハーハーしてると意味がちょっと変わってくるかもしれないけど。あ、うんちしてる、なんか、うんちしてるよ、向こうで。うんちしてる？ああ、原住民いるじゃん。
あ、スキニータイプだね。どうしよう、早速、ちょっと戦闘するか。ゆっくり俺分からない。これ倒せるの？倒せる倒せる。スキニーだからあんま強くないけど、まあガード右クリックでできるから、まああまり食らわないようにして。都会でござる。まあ、最悪、あ、3体いるのか。めんどくせえな。まあ大体ゲージ何人かでいるからな。おお、クリアテンが戦っとる。初めての交流。初めての森の民との交流。いけいけいけ、やれ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 、いいぞいいぞ。おいしょ、バテンにサイコブレットやってんのやろ。お、うまいうまい、さすがさすが。お、さすがうまい、いいぞ、筋がいいぞ、筋がいいぞ。で、適正の技を持ってる、適正の技を持ってる。サイコブレイクとかで鍛えた技が今生かされてる。いいぞいいぞ。二人で一気にボコってもいいな。あんまり戦うことをしてないから怖いな。あ、逃げた。あの走って逃げられると追いつけないんだよな、あいつ足速いから。うぃ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 。で、最後とどめ刺そう。オッケーオッケー。こけたところはね、あのなるべく早めに仕留めないとね、またどっか動き出していっちゃうから。こけたところやればこれ肉、これえなんか持ってるよ俺。あ、いいよいいよ、持ちましょう。食料だから。いいこれ、食料であり、これ食えんのこれ。食料だし飾りでもあるから、そのまま持ってっていいよ。ただね、もうちょっと移動しよう。もうちょっとしたら海が見える場所が。よし、で、ドラマルタ。でも倒せたよ、クリア倒せた。全然いけるね、余裕だね。いかのも倒したよ。このスキニータイプはね、足速いけど耐久力が低いからね、まあ割と倒しやすい部類ではある。もっとなんか健康的なね、あのムキムキの原住民はちょっとめんどくせえんだけど。ムキはやばいんだ。そう、あいつ、そいつらはちょっとね、硬い。なかなか死なん。まだいけるいける。やれるやれる。あ、なんか真ん中に、あ、コックピットがある。コックピット、あ、あれか、飛行機があるところか。どこだ、飛行機、飛行機。俺から見えん、俺から見えん。何だ、小島店員なんか音。あー、しまった、落ちた、うそ、ぶっ、落ちた、痛い、痛い、なかったか。もうね、足滑らせた。死にそう、本気やな、これ。死にそう。すごい怖い光景やって、今目で落ちて、目の前で落ちてた。飛行機ここにある。そうか、小島店員のあれだとグラフィックの設定だと結構遠くが見えてるんだな。グラボの性能のやつかかな。なんか俺ちょっとだけ生放送の時ちょっと下げちゃってるから、それで見えてなかった。どうぞ、ここにコックピットある。ここのアイテムを物色するのはあり。あれかな、フレアガン落ちてたかもしれないな、ここ。よし、その中になんかフレアガン落ちてねえかな。あ、基板落ちてる。それ爆弾剤。あ、フレアガンここにある。こっちこっち、右右10、ほら、これ？これ使っていいの？使っていいよ。拾いな。拾った？あ、あ、これ2人拾えんのか。なんか俺の画面だと小島店員拾ってないんだよね。あ、あ、フレアガンだ。そうそうそう。それで、ああ！これあれあれ、あ、俺撃たれたけど、もう撃たれてない。間違えて撃ってた。弾はあんま落ちてないから、まあ大丈夫。基本的に斧でなんとかなるし。あと適当に基板拾って、基板は爆弾材料になるから。うん、なんか雑誌拾ったよ。雑誌拾うとなんかね、ちょっとなんかこの世界のヒントが得られるような、得られないような、うん、そんな得られた気持ちになる。得られた気持ちなのか。うん、それだけです。さあ、行くか。やべ、ちょっとあれだな、飯が必要になってきたな。ちょっとお腹すいてきたよな、主人公たちが。スニッカーズ食べる？スニッカーズでも全然よし。せっかくだからこの辺のウサギサギたちを借りてえな。ウサギウサギウサギが仕留められん。おいしい、うまいうまいうまい。どうしたよ。 すげえ、さすが。これを剥ぐんですよ。おはいだ、おふりすごい。サバイバルにして、であと頭もあるけど、頭あげるわ。頭、それウサタの頭。えい、頭キャッチボールできる。これ頭キャッチボールはできない。頭は投げれないんだよ。そんな最後もできるかな、俺。学生もやったから、頭キャッチボールは。頭キャッチボールって発想がすげえな。もうすでに生まれながらのサイコパスだったのでは。とりあえずちょっと、焚き火しようぜ。これ食べれる？食べれる食べれる、ウサタン。あれ？焼こう焼こう。ウサギ食べよう。あれ、俺たちって葉っぱがない。葉っぱあるよな。あれ？火つけれねえんだけど。なんで？あ、火つけれない。綺麗な。あれ？火がつけれないぞ。なんでだ？切れない？まあ、たん、あ、でも、あれ、枝が足んない？まあ、なんか、いや、もう完成したはずなんだけど、あれ、いいキーを押したら、普通、火をこのままつけれるんだけど、つけれん。
あれ場所があるの？クラッピングしようかな、じゃあ。こうやって作ってウサタンを焼いて食べようかと思ったんだけど、あれなんでだ、ジャキン、あれこれもできない。なんでなんでなんで焚き火前2人前で2人でなんかうろうろする。あれなんか場所悪いのか、そこじゃダメなのか。くそ、この問題か、海沿いだからかな。あー、なんか水があれで湿気てんのかな。海沿いだからダメってこと、そんなことでもないよね。綺麗だからね。あと今まだ木の枝あるから、まだいけるか。あ、でも葉っぱがねえの、多分。あ、作れた。オッケー、あ、できたよ。あ、こっちだとできる。やっぱ場所悪いのか。よし、じゃあ早速、ウサタンを焼くぜ。はい。金燃やせる。金燃やしたら火力が。ちょっとお金入れてみよう。そう。あれだけで、ウサタン一体だけじゃちょっとあれだな。さっき買った原住民だけでもいいんだけど、お金燃やせる。もうあれだから燃料にしかならないから、この世界だとお金は。よし、トカゲも買ったぞ。トカゲも食おう。よし、これで、ま、今もう食えるよ。さっき食べた。いいですね。すげえ、めちゃめちゃ腹膨れるこれ。そうそう、あとクリームから食べ、クリームちょっと今からトカゲ食うわ。ちょっとその辺でトカゲ、さっきの原住民、あ、原住、あ、もう一個材料いるじゃん。そいつ食べてもいいな。走った。走るとな、追いつけないんだ。あ、上にいる。よし、でもその前に俺も食おう。腹ごしらえや。あの肉見てくる。こっちのこと。あいつ食わなきゃな。あ、いっぱい、待って、めっちゃいる。めっちゃいる。これどうするクリ、これはさで勝てないだろ、これは。まあ、やれるよ。これも手にやる筋がいいから、多分2人でいけば。全然いける気がするけど。しかもこれスキニーだし、あ、木の棒持ってる、何こいつ。ちょっとなんか道具使っちゃっておしゃれやな。いいぞ、だから全然いける、全然いける。スキニーだったら全然いける。スキニーは体力低いからね、バランスやすい。あ、スライムみたいなもんだから、ドラクエでいうところの。スライムか、じゃあスライムなら切れまくろ。えいえい、スライムは全然いいでしょ。ほらもう終わった。なんかすげえ死に、え、何これ、なんかすげえ死に方してんだけど、この人。え、俺の画面だけこれコジコジもなってる。なんか足すごいピンになって死んでんだけど、これ何これ何これ、どうなんだこれ。あ、いたビビるわお前。ここにやろ、何これ。え、コジコジの画面だと変になってない、この人。なんか俺足ピンで死んでんだけど、なんかめっちゃ上に、あ、俺の画面。何これどうなってんのこれ。おー、まだいる。あ、食べてる。うわ、なんか、危ない絵面だった、今。ダメ。俺のそうだ、バカ。お前、俺の食だ、このバカ野郎。いいね、もう食事だと認識してる。あ、まだいる。ほら。さっき、原住民ってさ、自分たちの仲間も全然食べようとしちゃうんだけどさ。今、こいつの。これなんか、ウイスカンスってやつで、普通の人間なの、これ。ただの食人族、これ。ただの食人、あの、スキニータイプの食人族。なるほど。あの細いんだよね、細い。ガリガリのスキニーっていうやつ、種類。あ、また食ってる。ウフフじゃねえよ。食べるな、こら。俺たちの食料だ。俺たちの餌。うら。ダメ。やったれ。ダメ。ダメ。め。ふう、やっとおとなしくなった。この足ピンがめちゃくちゃ面白いな。よし。ほらね、全然あんなにいたけど倒したでしょ。これはできるな。これで多分飛ぶ人困らないよね。そうだ、切る。とりあえず切って、どんどん手足をバラバラにして。あ、お前待ってた。あれ持ってかなくなったと思ったら。またバグったかと。これ切るの、これどうすんのこれ。手足あたりを攻撃するとどんどん切れていくからさ。お肉だ、やっぱ新鮮なお肉だ。新鮮なお肉よ。これで、これちょっとこんな無理しないぜ。これでさっきの焚き火で燃やせばもう全然食べれるから。お前お腹いっぱいになる。焼く食べると HP も回復するしね。さっきの俺の足を滑らせたダメージが回復する。ただ水だけがちょっとあかんな。これ食べるのどうやんの、これ。焼き方がわからない。焼き方は普通にアイテム画面から持ってもいいし、 R で切り替えて焼くこともできる。すごい、足パッて、めっちゃ豪華じゃん今日の食事ね。ほら、こんなにいっぱい。いやー、ちょっと暗くなってきちゃったね。
と、あれライターどう出すのこれ。え、L で出す、L。ライター出してもらえると、視聴者からするとちょっと暗いかもしれない。あと、水の問題をどうにかしないとな。飯、食料を食ったとしても、あ、もう家に焼けたよ、小ジョージ。やった。いただきます。うん。あ、いいね、いいね。めっちゃ回復するわ。よし。かゆうま。かゆうま。で、暗くなってたけどどうする？どうしよう。ちょっと暗いな。本当は拠点簡単に作って、一回 寝ないと、画面暗いから、放送向きではなくなるんだよな。敵も多くなる。視聴者のためにも。そう、ちょっと作りたい。どうしようかな。簡単なね、簡単なね、これでいいかもしんない。これを作ろう。ちょっと材料が足りねえけど、葉っぱとあと木の枝がいるな。これで、この簡易テント的なやつで、二人で寝よう。意味深。意味深。カメちゃんだ。そいつも、こいつ殺したらね、カメの甲羅が手に入る気がするけど、あ、ゾウガメは違うのかな。ウミガメだったらカメの甲羅取れるんだけど。ただちょっとその辺に落ちてる木の枝とか、葉っぱとか、葉っぱはね、適当に草木を攻撃するとね、あの取れない。そうそうそう、あ、これダメだ。あ、また現住民の声がするな。立てちゃって立てちゃって。おーし、できた。寝るぞー。Z で寝る。はい。いいじゃん。いいよ。おやすみ。こんな狭いところで。おやすみ。うびきでか。一回で壊れた。一回で壊れた。早っ。というわけで朝が来ましたよ。おはよう、おはようみんな。早速また海を目指そう。あれ、俺の拾ったマルタ。あ、でもお腹空いてる、クリクリ、お腹空いてる。ほんまや。早速朝飯食うか。朝飯いっぱいあるしな。飯食おうぜ。あるよね。その辺にいっぱい落ちてるから。あ、ちなみにここがね、あの名物グローリーホールです。ホール、何これ。うわ、でっかいでしょー。何これ、すごい。これが、あんま近づきすぎたら多分落ちるから気をつけてね。だからね、足、割と足滑らすから、主人公。ここが多分この森の一番の大きな秘密。ここ降りれるよ。マイさんいる、ここに。この奥にね、マイさんが潜んでいる。なんと、ここがマイさんか。昔はね、ここから飛び降りても全然行けたんだけどね、修正がかかって行けなくなっちゃった。昔は飛び降り、そう、昔はね、飛び降りて、あのさっきのジャンプギーやったじゃん。あれを直前で地面にやったらね、知らなかったんだよ。ノーダメージだった。めちゃくちゃダメージ。けどね、ちょっと修正かかってダメだっちゃった。ああ、多分みんなやってたんだろう、それで。そうな、多分もうバレちゃったんだろうね。もう落下ダメージ無になっとるやんって。あとは他にもね、昔はね、あのなんかグロリーホールの周り岩がゴツゴツしてんじゃん。だから頑張っていけばね、あれをね、ポン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 降りれたんだよ。その崖のその引っかかっていきながら。なるほどね、出っ張りにかかってね。そうだからね、アップデートでね、ちょっとね、なんだろう、斜めってる坂道は、な、主人公登れなくなっちゃって、なんか滑っちゃうね、つるって。あ、出っ張り判定もなかったんだ。そうそうそう、なんかね、滑っちゃうから、もうその出っ張りに行ったらね、前まではそのまま着地できたんだけど、なんか、そのつるって滑っても起きちゃうようになっちゃったんだよね。あ、世知辛い世の中でした。そう、なんかちょっとだけ現実っぽくなりやがった。うわ、そう、ここからが海じゃ。オーシャンビュー。テントいっぱいある、オーシャンビュー。テントはね、実はここ泊まれるっていうね。泊まれる、あ、泊まれる。そう、このテントは泊まれる、ね。ここ超いいじゃん。ここも行けるの、あれ。あれがあるな。あっちのエアドロップも行けるの。エアドロップも行けるよ。エアドロップ登れはしないけどね。ふもとまでは行ける。エアドロップ。エアドロップってあの雪降ってたっけな。オッケー、羽、羽、羽、すげえ鳥飼ってる。そうそう、水欲しいな。鳥、うまいな。羽、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 めっちゃ待ってる。羽、めっちゃ待ってる。羽、鳥狩るのうま。鳥、俺全然攻撃当たんないんだけど。肉、鶏肉いっぱい。鶏肉。あ、そうだ、今小石も拾っとっていいな。小石拾っとくとね、あのパチンコ発射するあれ作れるからね。ピッ、お、
ぱいゲットしたよ。鶏肉？今夜は焼き鳥ね。鳥。いや、焼き鳥よ今日は。でも羽拾ったから弓も作れるかな。弓も作れるはず。弓どうだったっけな材料。弓ロープと木の枝があればいける気がする。作ってみよう。あれ材料足りねえかな。えい。えい。木の枝と。あ、できたなんか。あ、弓できたよ。お、マジで。できた。これだ。これだ、これだ。えか。で、作って。あとね、矢を作んなきゃいけないんで、矢は羽と木の枝。あ、足りねえ。羽が足りねえ。まあね。あ、できたよ。アロー。俺、羽が足りなかった。できた6本できた。多分ね1回作ると一気に5、6本できるから、それで、わ待って、現地見逃する。おお、あれ違う違う、弓を装備してやればもう自動的に矢を、あとはねその矢にね、なんかあのお酒とか合成させるとね、エンチャントしてあの火をつけれたりとかできるから。さすがそこに的がいるよ。いけ、え、これどう狙うの、これ当たるかな、これね、だいぶね、お、うまい、うまい、いいぞ。結構ね、弓はね、当てるの難しい。あ、いや、いや、相手で。やめなさい、いけ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 、俺がヘイトを引きつけてる間に。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ、この協力プレイ。あー、ケツに刺さってる、ケツに刺さってる。ケツに刺さってる。よし、俺が矢回収した、矢回収した。いいぞ、いいぞ。おー、危ない、危ない。ちょっと弓はガードができないから。おー、うまい、うまいなぁ。俺全然そんな風に弓は使えないからさ、もう斧で殺しちゃうんだよね。斧っていうか刀っていうか。弓は後で回収できるんだ、これ。そうだね。俺もさっきのコジコジのやつ3本回収してるよ。いいね。弓使いこなせるの強いね。あ、でかい、ここいいじゃん。アイノスで、アイノス。アイノス。エロいなんか。そうそう、ちょっとね、そういう部分っぽいのもあるから、ちょっと放送的に危ない。すごいミスできない部位があるよ、これ。日本語化してると、人型って名前になってるんだけど、エフィジーだって、その中に、ね、カスタムエフィジー、カスタムな人型っていうのがあって、それでね、自分の好きなのをね、作ることができる。